と今金子選手が今一瞬フリーになったんですけど、はい、マスタリ選手がそこに出させないような体の切り方しましたので、これチャンスです。さあここも抜け出しますが、ここはシュート、左足決めた、金沢先生、加藤大輝の左足。いや一気に金沢が、琉球がこう守備をこう、まあ、この前回しが早かったので、このあれですよね、スルーパスの時にはもうセンターバックがいない状況で入ってますし、はい、まあ、加藤選手もね一瞬、まあ、相手に触られたかなと思ったんですけど、はい、しっかり抜けてきたので思いっきり振り抜きましたよね。まあ、この反転しながらのシュートはなかなか難しいんですけど、逆サイドのサイドネットにしっかりと決めましたよね。はい、